はいどうもこんにちは、山本天音です。突然ですけども、これから油絵の具を始めようと思っている方にちょうどいい動画かもしれません。こういう初心者セットみたいな広告見たことありますか？なんかよくありますよね、油絵初心者にうってつけ、初心者セットとか画材屋さんとかでも置いてますよね、木箱のやつで。今回ね、夢画材さんというところから提供していただきまして、こういうね画材セットっていうのをちょっといただきました。なので実際こうよく売ってるこういうね油絵の具セット、どんなもんなんか感想を言いたいと思います。割と毒舌に言っちゃうかもしんないんで、すいません、そこはご了承ください。まあね、でも素直なこと言った方がいいと思うんで、皆さんのために思ったらね。はい、今回夢画材さんが提供していただいたのがこの絵の具セットとキャンバス。これがね、なんかその夢画材さんのページでも購入できるようになっているみたいです。で、ペーパーパレット、そしてブラシクリーナーですね。プレコミ的に言うと、これがあったら絵が描けるみたいな、そんな感じのセットです。だいたい1万5000円くらいですかね。まあ、夢画材さんのその商品ページ、ハンドコーデス、夢画材さんの商品ページをね、概要欄の方に貼っておきますので、よければね、ちょっとご覧ください。はい、そんな感じでちょっと今からレビューしていきます。一つ一つ。はい、ではちょっと、一個ずつね、どういうものか確認していきましょう。キャンバスですね。これは、霧のキャンバスになりますね。霧の化繊か。綿キャン、綿と、化学繊維の混合キャンバスか。なるほどね。まあ普通に使う分には全然問題ないですね。うん、だから練習用とかで考えていただくといいかなって感じです。まあ例えば、まあプロで描いている方とかで、ね、ちょっとどっかで商品を出品するっていうのであれば、まあできたら朝のキャンバスが望ましいんですけど、本当にこれから今からね、絵を描くっていう方には、もう全然これでも十分です。軽いしね、霧のキャンバスは。はい、続いて。こういうペーパーパレットがついてましたね。なるほど。ちょっと小さいかな、でも、サイズ的には。まあ、使えんことはないけど、ちょっと小さいですね。ちょっと小さいな。まあでもペーパーパレットって実際すごい安く売られてるので、もしこれ使ってみて、あ、小さいなって思うんやったら新しく買ってもいいですね。まあでも基本三原色と白と黒やったら、まあ全然置けるかなっていう感じだから、まあ本当にこれからちょっとね試してみたいっていうんやったら、もう全然これでも大丈夫です。まあ本気で描こうと思ったらちょっと小さいですけど、それはもうまた買ったらいいかなっていう感じですね。続いてブラシクリーナーですね。これは全然使えますね。めちゃくちゃいいと思います。僕もよくこういうの使ってるんですけど、ブラシクリーナーってバケツみたいなやつもあるんですけど、あれはね正直使いにくいです。でかくて、まあでっかい筆で対策書くんやったらいいんですけど、商品書くので正直使いにくいんで、これはいいですね。持ち運びもできるし、めちゃくちゃいいですね。はい、さあ本題ですよ。こちらどうなんかな。実際僕もね、実際ああいう絵の具箱のやつってどうなんと思ってて、買ったことはないんですよ。買ったことがないのでわかんないですよ、中が使えるのかなっていう。ちょっと開けてみて、出してみましょう。かっこいいね、ワンゴッホ、ゴッホの顔が描いてるのかな。いい箱ですね。木でできててちゃんとね、色もちょっと明るくていいと思います。ちゃんとこういうねロックがかかっている感じで、なるほど、これがパレット、あ、パレットついてんのか。これパレット、説明書きみたいなのないか。パレットがついてるのか。これパレットがついてるんか。これでも外せる外せるか。これあ、外せるな。硬っカチカチやね。これどうやって外すんやろ。
怖そうやな。どうやるんやこれ。あ、これで、あ、なるほどね。あー、オッケーオッケー。あー、なるほど。はい、こんな感じでパレットがついてます。なるほどね。あ、じゃあ紙パレットは正直これはおまけやね。別にいらんかも。これがあるんやったらこれでいけるんで。ただちょっとあれやな、うん、ちょっとこのささくれとか危ないんで、こういうのはちょっと削って使った方がいいかな。まあでも全然使えますねこれ。いいやんこれ。そっか、こういう使い方か。こういう風にね、ここがで差し込めるみたいな。使い終わったらここに差し込むみたいな感じか。ああ、いいじゃんかこれ。あ、これはいいわ。これマジでいいと思う。なるほどね。これは持ち運びにめちゃくちゃ便利ですね。そうか、なるほどなるほど。じゃあパレットはあると。そしてこれがね、多分油壺なんですよ。油壺なんですけど、これできたらあれですね、蓋ありのものを使った方がいいですね。これだとちょっと、まあ、あの油って基本的に何回も使うんで、ちょっとこれやったら使い切らないといけないんで、蓋がないんでね、ちょっと蓋欲しいですね。まあでも油壺も本当に500円以下とかで蓋付きのものとかも売ってるんで、もうなんならちょっとした小さい瓶とかでもいいんですよ。100均とかで売ってる小さい瓶とかでもいいんで、できたら蓋付きのものがいいですね。でもなんか簡易的にこういうね、すぐ使えるっていう意味ではいいと思います。これもね、あの家で書く方とかやったら全然これでも、使えるんでいいと思います。はい、じゃあ次筆でいこうか。あ、筆の前に、ペインティングナイフついてますね。これはもう普通に使えるな。うん、普通に使えます。いいですねこれ。ちゃんと絵描きでいいと思います。絵やったらね、もう筆がもう一番重要なんで、筆です。なるほど、豚毛が3本、ナイロン2本ですね。こんな感じで豚毛3本とナイロン2本、平筆が、豚は全部平筆やな、平筆と、ナイロンも平筆と面相筆が入ってます。まあそうやね、ざっくりとした絵やったらまあ使えんことはないかな。できたら中間、もうちょっと中間の、まあこの平筆と面相筆と同じサイズかな。これだったら6号なんですけど、6号のね、ラウンドの筆とかあったらめちゃくちゃ良かったな。ね、簡単なモチーフ、例えばリンゴとかやったらね、全然描けますねこれでも。でまあこういう面相筆があるんで、細かい表現はまあ面相筆で全然いけますし、できたらあれやな、豚毛の丸筆とかあったらよかったですね。丸筆で最初描き始めてっていう感じで描きやすいんですよ。ここの豚毛は京都中里っていうところの筆で、ナイロンはバンゴッホっていうところの筆ですね、うん、まあでもいいんじゃないですか。初めてされる方やったらまあ使えるかなっていう感じはします。はい、こんな感じですね。続いてオイルですね。これはペインティングメディウムって書いてるんで、ペインティングオイルです。なんか開け方が独特ですね。押して回すタイプか。これ難しいんよな。押して回す、押して回す、あ、開いた。ペトロール系やね。ちょっと石油系のあのオイルですね。調合特急、まあこんな感じのペインティングオイルと、これは多分揮発精油ですかね。ボドレスホワイトスピリットアーティストクオリティオイルカラーペトロールかな。ちょっと匂いを嗅いでみよう。無臭のあれやな、これ匂いがしないタイプのオイルです。あの揮発精油なので、これとねちょっと混ぜて使ったりする感じですかね。下書きで多分主に使うやつで、でこっちが本書きで使う2層目3層目。最初こっちの分量が多くて、徐々にこっちの分量を多くしていくような書き方で使う感じですね。はい、そしてこういうね、なんか、ウエスですね。あの汚れとかこういうパレットとかね、汚れたらこういうので拭くような布も入ってました。はい、そして絵の具です。これ大事よね、絵の具な。
僕はね、基本的に顔料派なんですよ。これは何絵の具なんやろ。チタニウムホワイト。あ、チタニウムホワイトか。チタニウムホワイトです。白はチタニウムホワイトで、黄色がアゾイエロー。アゾイエローライトっていう色ですね。そして、オレンジっぽい黄色ですね。アゾイエローディープ。赤がアゾレッドメディウム。で、これがちょっと、キナクリドンローズですね。キナクリドンローズっていうのと、ウルトラマリン。ウルトラマリンいいですね。セルリアンブルーですね。これもほんまにこうやって買ったら高いですよ。セルリアンブルーは。パーマネントグリーン、ディープかな。こちらがバーントアンバー。で、黒がアイボリーブラックですね。もう基本的に正直これあったら描けます。いいですね。そしてね、パレットもついててって感じか。まあ、全然いいと思います。もし他も気になるって言ったら、実はこの夢画材さんの提供っていうのは、あと3ヶ月あるんですよ。で、毎月違う絵の具っていうのが届くので、もしね、ちょっとまだこれだけやったら悩むっていうんであれば、その、1ヶ月後、2ヶ月後の動画、また配信するので、それもまた見てもらったら、初心者の方はね、参考になると思いますので、ね、もし時間に余裕があるよっていう方は最後までね、その3ヶ月後の2ヶ月後でいいか、2ヶ月後の動画もね、初心者セットっていう動画ね、また上がると思うんで、それをね、最後まで見てみて、まあその3つの商品、まあ4つあるんかな、全部で4つか3つの商品をまあ比較してみて、もしね気に入ったら買っていただいたらいいかなっていう感じですね。いやでもこれは結構いいと思いますけどね、初心者やったらね全然いいと思います。いや僕普通に使いたいなこれ普段なんかねちょっとスケッチ行くときにめっちゃ使いやすそう。いいですね。まあでもこれ一つで、ね、あったら絵を描けるって思ったら結構いいと思います。今回これ実際使ってみたってやろうと思ってたんですけど、なんかこれのバージョンアップバージョンっていうのが、バージョンアップバージョン、バージョンアップされたものがまたなんか送られてくるらしくて、なのでちょっとそちらを次はちょっと実際使ってみようかなというふうに思います。で今回はこれちょっとこのまま保管しておきましょうか。まあね、実際どういうものがね入ってるかっていうのをねこうお見せできたかなっていうふうには思います。その次回のねその動画届いたら、使ってみます。その動画が気になるよっていう方はね、ぜひチャンネル登録してお待ちください。この動画がいいと思った人は、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。さよなら。